ロリン・アンドリュース・サーストンは、アメリカ合衆国の法律家、政治家、実業家。ハワイ王国生まれ育ち。最初のキリスト教の宣教師の孫の一人。サーストンは、リリウオからに女王のハワイ王国を滅亡させ、アメリカの独占的利益のため、ハワイ共和国を設立する上で、大きな役割を果たす。彼は、先駆的新聞、パシフィックコマーシャルアドバタイザーパシフィックコマーシャルアドバタイザーを発行する企業を所有していた。1906年から1916年まで有志と共にハワイ火山国立公園設立のためロビー活動を行った。ホノルルで生まれる。彼の父はエーサ・グッデール・サーストン、母はサラ・アンドリュース。父の側では彼は1820年にハワイ諸島へ入植した、宣教師アーサ・サーストンとルーシー・グッデール・サーストンの孫宣教師の第3世代にあたる。彼の母の側では、彼は別の初期の宣教師、ロリン・アンドリュースの孫でもあった。彼の父は、ハワイ王国の衆議院議長であったが、ロリンが1859年12月にわずか1歳半の時に亡くなった。その後、母と一緒にマウイ島に引っ越す。ハワイで生まれ育った後、サーストンはニューヨークのコロンビア大学法科大学院で1年間法律を学んだ後、再びハワイへ戻り、最高裁判所で裁判官の秘書を務めながら、弁護士としての素養を身につけている。その傍ら、彼はハワイでハレアカラ農場を経営したり、ハワイアン果物加工会社やプランテーション、ホテルなどの多種多様な企業の経営に携わり、ハワイのビジネス界を主導していた。1884年以降は、ハワイの有力紙、デイリー・ブルティン紙の編集者として、カラカウアの政策を批判する論説を執筆している。サーストンの記事はかねてから、王国の政策に不満を抱いていた白人の感情に訴えたため、サーストンは、ハワイを変革する人物として、注目を集めるようになった。その結果サーストンは、1886年に改革党から出馬して大議院議員に当選した。また、1887年には、サーストンとサンフォード・ドールが中心となって、秘密結社、ハワイアンリーグが設立されている。1916年頃のサーストン1917年の火山のサーストン。ありがとうございます。